まずはショールームとかやってファンの人に見てもらうしか方法はないと思いました必死です。もうやんないあれでしたけど、これどっからコメント流れてた？ああ。前向き、ずっと前向きだけどな。ずっと前向きですけど。お金のことを考えるようになりました。現実的になって音楽配信やりたいんですけどね、やり方ちょっと明日までにつなぐので、表情に疲労感が、今まで寝てました、ストーブの前で気づいたら10時だった。さっきまでマリコといたんですけど、いや寝れると思います、多分2時間ぐらいしか寝てない。なんか昨日夜中に帰ってきて急にスイッチが入って曲を1曲作ってたんですけど、それから半年ぶりの美容院に行ってきました。半年ぶりの美容院で髪を整えたので全然寝てない。持ち曲何曲とか数えたことないけど、女子力大事、本当ですよね。あと今はファスティング中なので何にも食べれないです。外に出るたびに立候補配信？なんだそれ。これはもしやそういうのがあるのか。あ、もしかすると花粉症かもしれなくて、くしゃみが出るってことは花粉症なのかな。っていうか視聴者やば。まだ3分 5分もやってないのにもう1000人もいる。絶対これ面白いことしたらもっと人増えますよね。もったいな。なんかライブスタジオみたいなところでカメラを普通に定点で置いて、ライブ配信とかしたら絶対面白い。やってみよう絶対。だってこんな人見てるんだもん。そうなんですよね。吉政さん、そう、吉政さんのスタジオに行きたいって言ってもずっと、私が12月にインフルエンザにかかった時に亡くなってしまって、すごい行きたかったんですけど、それからなかなか日にちが決まらず、本当は今日行くつもりだったんですけど今日予定があったので。そして帰ってきて、高校のクラスメイトだったの覚えてる？覚えてないっす。
誰？あきひろ、覚えてない、ごめんなさい、人覚えられない。明日マリコの卒業公演違うよ。あーすごいコメントが早くて、カバーする曲はどうやって決めてるんですか？その時の感情です。響いた曲でも本当は今までは好きな曲をやったんですけど、やっぱりもう本当ダメなんですけど、人に聴いてもらえる曲っていうことを考えるようになって、今めっちゃ人気出てる曲とか、そういうのやったら人に見てもらえるんじゃないかとか、なんかもうね本当ダメです。そういうことばっか考えるようになっちゃって、つまんない、つまんないな。前横浜中華街で見かけたいつだい。エド・シーラン大好き。全然わかんないんですけど、アーティストさん誰か。韓国語を習ってて、学校で第二外国語で、今週末映画を見に行こうっていうのがサビなんですけど、あ歌いたい、それ大好き。あ、そう、あ、そうだよ、そうだよ、ワクワクミュミュ探検隊そうだよ。アンニョンハシムニカ、違う、全然違うことじゃ、なんで挨拶かい、曲名だと思ったアンニョンハシムニカ、サロンヘヨ、サロンヘヨ。저는미유입니다。일본사람입니다。見えない。やばい、早い、行かないで、ああもうダメだ、読めない。キムタクに見えた、あうわーい。ここは、前やってました、今はやってないんですけど、韓国語を見ると読む癖がついてるんで、いい癖ですよね。だから見てますよ。イーブチューマレヨンフォールカルカヨって曲、韓国と日本語に似てるって、日本語に似てるとですか、中国語のあれ、ね、韓国語の先生に教わったんですけど、その韓国語がハングルができた時ってまだなんかてか、ハングルってどうやってできたかっていうと、なんかね、最初みんなが読める言葉っていうのが朝鮮半島にはなくて、その時に
上の人がとにかくこう市民に読める言葉を作れっていうのを司令が言ったんで、その時に中国と日本の言葉をそのある人は持ってきて、なんかそれをその発音とか、うん、なんかそういうものをなんかこうちょっとこう要素が入ったものになってるんですね。だから例えば漢字語って言って、何が一番分かるかな、何が一番分かるかな、まあいいや、すごい全然意味分かんないんですけど、水曜日スヨイルとか木曜日とかモグオイル、あ、全然似てないな、何が似てるかな、何が似てるかな、何が似てるかな、みはウユが好きですけど、ウユも牛乳だったり、あとは なんかないですかね、いっぱいあるはずなんだけど、とにかくその漢字語はもう日本の発音と似てますね。でもちょっと発音の例えばあとかおとかにも何個かあるから、それは難しいけど、でも大体そのハングル文字を読めれば大体何か分かります。あ、約束、そう、約束とか、やっそ、約束、いや、もうまだまだいっぱいある、なんだっけな、全然出てこない、そういう時に全然出てこない、似てるも言葉が、家族、家女、家女とかでしたっけ、まんなそう、パッカムスミダ、あとコンピューターとかコンピュート、あと何があるかな、全然出てこない、運動、あ、運動、運動、運動ハーダ、スマホはヒュデポン、あ、危ない、切っちゃったかと思った、中国語はニーハオズネメイヨ、ウォーメンゾーバこれぐらいです。中国語もやってたんだけど全然記憶ない。あとはシャンシャーマオ、田舎猫、あ、違う、シャンシャーマオが田舎猫。この間すごいマチャリンにびっくりされたことがあって、マリコとマチャリンって私で喋った時にマリコが田舎っていう言葉を言ったんですけど、なかなかマチャリンに伝わらなくって、その時になぜか私その中国語本当にちょっとしかやってないんですけど、パッてその授業の時が出てきて、田舎ってシャンシャーなんですよ。でシャンシャーだよって言ったらマチャリンが分かってくれて、それはあ、私語学やっといてよかったって思いました。なんか力になった。インドネシア語やってない。歌手のことカスって言うんですよ。あ、ごめん、全然韓国語だけど、最初カスって聞いた時にへ
カス、ちょっとふぬけしますよね。カス、歌手をカスって言うんです、韓国語。저는가수입니다네가수입니다일본일본사람가수日本人歌手。発音がいいと思う。嬉しい。そんな何か国語も話せないです。ドイツ語をやってないからわからない。あ、フランス語やりましたね。Bonjour, je m'appelle.ミウ、あとなんだっけな、ジュシージャポネー、ジャポネーズ、ジャビってなんだ、ジャビ東京、ジェームなんだ、ジェーム何が好きだ？ジェームミュージック、ミュージカル、ミュージカル。単位取れました。今喋った言語は単位取れました。スペイン語とか本当あれやりたいんですよね。アラビア語、あ、違う、ヒンドゥー語？違う。忘れちゃった。専攻は大学ではなくて、あ、そうですよ、このワクワクみえみえ探検隊の人が書いてくれてる言語、これなんだっけ、イスラム？イスラム語？違う。旅行したとき韓国語は役立ちますね。この間チュングサラインかって聞かれたときにパッて、あ、中国人じゃないからジャパンって言ったんですけど英語かい。でもそうやってちょっと会話ができました。面白い言語はでも本当に好きだからな。なんか誰も手つけてない言語とか言ったらその前に英語やんなきゃいけないんですけど、韓国はこの間行きましたね。でもそんな頻繁に行かん。Can you speak Indonesia? いや、インドネシア語喋れないな。ちょっと本当は今学期取ろうと思ったんですけど、フランス語と朝鮮語が取りたくて。いや、英語はめっちゃ使いますよね。でもなんか英語も乗り気じゃないんだよ。やんなきゃいけないのに、今1日2時間ってやってるんですけど続かない。そう、ミユはフランス語から来てますよ。ミユ、MYYUX、 EUX か、MYUEX、 ミユ、より良いって意味らしいですね。 Can speak English?
いや、全然喋れません。でもフランス語一気に忘れちゃったな。ジュネッパ？ジュネッパってなんだ？ジュネッパ？ジュネッパ？あとは、あ、否定形ジュネッパ？あー、そっか。なるほど、すごい。こういう時にね、ギターが弾けたらすごいかっこいいんだけどな。すごい、5000人いってる。うぅ、今度カラオケ配信やって、マリコがカラオケ配信やろうって言ってくれてたんだ。やらずに卒業しちゃいそう。いや、ギターそんな弾けないですよ。時間がない。あ、マリコの Do you he 星になってる。英語も星になっちゃうの。英語も星。マックス時315号卓録してください。わかんないもん曲。そうなんですよね、最近卒業ラッシュね。本当はあの4月5月頭に卒業発表しようと思ったんですけど、ラッシュが続いてるのでちょっと様子を見て、あとやっぱり曲を書きたいっていうのがあるので、とにかくもう一日一曲もうひたすら作って送りまくってからかな。でも今はできないな、いっぱいいるから。マリコはすごい前向きな卒業でかっこいいからね。でもああやってバンって発表できるものも特にないまま卒業するのはね、この流れで。え、なんでそんなにびっくりしてるの？前から結構言って、もう1月ぐらいに行った気がする。やめ、3月。だって卒業しなきゃ、だって現実的にね考えてですよ、21で、だから映画のお仕事と音楽の仕事がやっていきたいんですけど、それに例えば映画の仕事を取りに行くのでも挨拶回り、まあそれはすぐできるものなのかな、わかんないけど、でも大学もあるからとか、あとは今エレクトロスイングっていうジャンルを今一番あの目つけてて、それをやっていきたいんですけど、そこにかける時間っていうのを人一倍多くしないと、うん、そのブームを起こせないし日本で。だからもうそこにかけまくって曲作って歌いまくってってことがしたいから、卒業しないでっていうのはね、なんか卒業しますよね、だって夢があるんだもん。あ、やばい、
前向きっていうか焦り、逆に時間早くそっちにかけないととは思うけど、でもせっかくここに入ったから、あの小学生からオーディションひたすら受けて落ちまくって、あのめったに外に出る仕事はないっていうことも知ってるので、この AKB のこの環境今すぐ辞め、何もないまま辞めるのはめちゃくちゃもったいないから、それがなんかできなくて勇気がない、まあまあビビリなんですけどね。でも本当に何か残してからじゃないと、だから辞める詐欺になっちゃった。5月で、まあでも本当に卒業しますけど、今は「エレクトロなんとかのすすめ」、はい、いいですよ。エレクトロスイングはなんて言ったらいいんだろうな、簡単に言うと今流行りの四つ打ち、ズン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 っていう、ドラムじゃないけど、ドラムのキックじゃないけど、なんかこうズシズシしたなんかこうブン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 っていうのが曲の中にこうずーっとこう流れてる、つまりなんかこうダンスミュージックみたいな、あーちょっと待って、コメント読みながらでしょ、ダンスミュージックみたいなものって今すごい流行ってるんですけど、なんかそのそれって多分今後もまだ続くと思うんですね。あのキャリーパミパミの、あのダメダメすぐ名前出てこない、あの作ってる方とか、ああいう曲だけど、ただそのダンスミュージックを作って真似を今の時代にあの乗っかってやるっていうわけじゃなくてっていう曲ではなくて、エレクトロスイングっていうのはそういうエレクトロニックみたいな要素もあって、こうみんなが踊れるようなノリのいい曲でありながら、ジャズ要素、スイング感がある、なんかちょっとこうノリがある、スイングしてるあの要素が入ってる、なんて言ったらいいんだろう、ジャズがすごいダンスっぽいみたいな、ジャズのダンス踊れるようななんかノリのいい感じになってるのがエレクトロスイングっていう、あそう DJ とかで絶対流したら絶対面白いんですけど、今あんまりそのエレクトロスイング自体日本であんまり流行ってないと思うんですよね。っていうか海外でも流行ってない、でもヨーロッパすごい熱くなっちゃう、ヨーロッパではすごくあの多分来てるんですね。曲をいっぱい聞くとフランス語の曲が多かったりとか、多分ヨーロッパの方ではすごくそのエレクトロスイングっていう曲のジャンルがまああるんですけど、なんか調べてもこのアーティストのこれっていう曲が日本で流行ってることはまずなくて、時々そのテレビのあの なんかこうお昼の番組のなんかつなぎで使われてたりとかはするんですけど、ちょっと待って、ちょっとコメント読もう。まあえ優しい人のこと気にしないで卒業するならした方が いいんじゃない、自分するなんかね、よくおしゃれですよ、すごいジャミロクアイね、ちょっとなんかでもその勉強としてはアシッドジャズとか、アシッドジャズは今すごい流行ってる、これはもう聞いた話なんですけど、アシッドジャズはまた再ブームがまた今こう来てて、20年越しにサチモスさんとかナルバリッチさんとか、アシッドジャズそう、でもなんかそういうそこに近い感じなのかな、だけどもうちょっとノリが良くて、あとはアダルトコンテンポラリージャズ、それよくわかんないんだけど、まあでもその昔からそのエレクトロスイングの歴史をちゃんとたどって、
トロピカロたどって音楽を作っていこうと思って。メンバーで話し合う人いる？マリコ。こういう話はしないですよ、メンバーとは。てかファンの人意外と音楽のこと知ってらっしゃるんですね。でもやっぱり私の今までは音楽は感覚でやるんだ、勉強なんてしないみたいな、なんか勉強なんてしたらそんな理論でいっぱいに縛られる、音楽じゃないとか思ったけど、なんか本当に今思うのは、また熱くなっちゃうけど、その私が一番すごく考えてるのは、新しい音楽っていうものがもうとにかく全然なんでなのか分かんないんですけど、絶対もう自分がなんかこれからも突き詰めていくんだったら、絶対その隙間を見つけて、その新しい、全く新しいものを、流行ってないとかそういうとか昔のものとかを、とにかくそこを追求してやりたいっていうのが、なんか知らないけど新しいもの好きであって、何言おうとしたんだっけ。だからで何言おうとしたか忘れちゃったあ、そうだから、そうなった時に自分の感覚でとか言ってたら、もう世の中もういろんな音楽携帯で探、ほんとちょっと探すだけでもういっぱい出てきて、ね、もう数えきれないほど毎日曲がいっぱい出ているから、なんかもうその感覚でとかやってたら、新しいものっていうものはもう曲には隙間がないんで、だからあとはもうほんと勉強して、音だったりメロディーラインはもうきっと無理なんでしょうけど、だからもうちゃんと勉強しないと私がやりたいものは無理なんだろうなって思ってからは、すごくスムーズになりました。曲を作ったり勉強したりっていうことが、今までなんか葛藤してたけど、あとはでもやっぱりコードの勉強ですね。コードの勉強はもう必要なんだなって思って、本当ニューヨーク行ってよかった。ニューヨーク行かなかったら絶対今まだプー太郎です、曲作るぜとか言って何も作れないっていう。知っといて損はない、知っといて、うん、マイナスになることはないって。作曲もう本当のやっぱりいっぱいいろいろ経験してる方言うから、別にそんなガチガチに理論で固めてやるつもりはないですけど、例えばここをどうしようかっていう時に、なんか隙間の音とか、もうそういう、こっち行ったら絶対今までないような感じになるっていうことを意図的にやれるようになったら絶対いいですよね。いい歌と売れる歌が違うのが優しい、それはもう仕方ないですね、日本でね。勉強大好き、音楽大好き、多分勉強大好きなのか。やってみたい楽器、ドラムセットが欲しい。ちょっとすごいコメントが早くてちょっと何も見れない。5D です。
今欲しいのはライカです。ライカが欲しいです。ライカが欲しいです。もう一回言います。ライカが欲しいです。でもね、今日美容院の人とカメラ好きな方なんですけど、中3からお世話になってる美容院の人と話した時にライカいいですねってなって、でも私 5D を買った時でさえすごく叩かれたんですって言ったら、ライカなんてもう 100% やばいじゃんっていう話して、確かに叩かれるからな。いや、なんで叩かれるか分かんないですよね。だってお金貯めて買ってんだからいいじゃん。人の金の使い方に口出しすんなって感じ。もうだったら自分でお金貯めて買えや。ネットに書き込んでないでね。でその時思いましたけどやばいやばい、コメントが入る。ライカ美味しいな。この間ライカを触らせてもらってすごいよかった。なんかすごいパルルと最近遊んだって。遊んでないですよ、忙しいでしょきっと。てか普段もあんま遊ばないし。また貯金して買おう。いやいや、いや、とんでもない額なんですよ。貯金とかいうレベルじゃない。私が遊んだって聞く人に言いますけど、私がプライベートで会うメンバーは定期的っていうか、気兼ねなく、マリコとミオリンだけです。それ以外はほぼない。人撮るのと景色を撮るの、人が好きになりました。すげえ、マキちゃんはあんま遊ばないですよ。ご飯行きましょうって言うけど、私が一個一個詐欺するから。いや、一回だけ遊ぶとかいうのはありますけどね。いや、遊ぶっていうか、だけどそのあんまり、基本的に一人で家です。休憩会はありません。夏もあんま、なんか仕事の帰りにご飯行ったりとか。純正レンズ派。はい、そうだ、旅少女が最後かな。ライカを100万円以上するようだって。そうだよ、痛い。ライカ欲しい。いや無理だって、さすがにそれは。 5D 売って無理だよ。宝くじが当たるか、もうすごい、すごい収入が入ってくるかしたらもうライカ買います。でも今日のその美容師さんに言われたのは、軽自動車とか車1台買うって考えたら安いもんだよって。確かに車買わない分って思えばいいんじゃない。ああ確かに、車買わないしな、カーシェアだし今の時代とか思ったら買っちゃいそうだけど、まあそう。もっとメディアに出てほしい。出たいですよ、出れるなら。でもね、なんか置いちゃうんだよな、一呼吸。冷めてるんですかね。
映画とか音楽だったらもう何でも楽しいんですけどね。楽しいしやりがいがあるんですけどね。すごい、あ、腕がすごい、腕鍛えられる。祖父に相談しよう。いやいや、今もううちやばいんですって。もう病院も閉めましたし、自営業でちっちゃくおじいちゃんの代からあったんですけど、すごい喋ってる。こんなの喋ってもいいか。そうなんですよ、まあ、ちっちゃい町の病院でしたけど、でももう病院はないです。娘じゃない、孫。ママは歌だから全然関係ない。めっちゃ喋ってる。病院もとか言っちゃったよ。だから私が思ってるのは、おじいちゃんは今90なんですけど、おじいちゃんが生きてるうちに私がもう印税でいろんなものをすっきりさせて、おじいちゃんとおばあちゃん家を改造して、で新しく病院を開いて、そこでいとこが働く。いとこは今勉強中だから。プラスゴミ箱映ってるのはず。プラスライブハウス付き病院、うるさそう。じいちゃん長生きしてほしいな。病院、芸能界外で転職するなら考えたことないな。私看護師です。だって。じゃあぜひおじいちゃんの病院で働いてください。どういう意味って言われた。わっていう意味だ。いや、何が。音楽治療法は必要だよ。だってそうですよね。なんかレポート書いた気がするけど全然解決してない。そうだよ、90でおじいちゃんだよ。元気だよ。頭キレッキレで。さっき PC メールが送られてきました。なんかよくわからない。おじいちゃんは、いや介護とかまだ必要ない。おじいちゃんはすごいですよ。あー、ちょっと待って。おじいちゃん大正生まれですから。大正合ってる？
すごいでしょ、大正生まれなんですよ。大正生まれの人って本当に希少価値だと思って、だから戦争も経験してるから、おじいちゃんたちがいっぱいいっぱい今の若い人たちに話をこう引き継いでいかなきゃいけないんです。じゃないとどんどん現実的じゃなくなるから、だからもう本当おじいちゃんにはねいっぱい喋ってほしい。そう、大正生まれの最後の年です。1924年なの？そんなに違う？あ、そうか。おじいちゃん愛すごいかも。本人の前では出さないけど。あー、ご飯食べたいな。おじいちゃん喋るの好き。おじいちゃんめっちゃ喋りますよ。おじいちゃんの知識量半端ないから、喋ってるとすごく面白い、全部勉強。昔はちょっと小学生中学生の時は興味ない話される、私興味ないことは全部こうだから、あんまり、楽しいと思ったことないけど、今すごく興味津々だからすごい面白い。タワー？何ですかタワーって。ごめん、私何も制度を知らない。タワーってすごい高いやつですよね。なかなか来ない？そんなに盛り上がるもの？すごいみんな盛り上がる？なんで？なんで盛り上がるの？すごいの？あ？直接お金あ、名前ぐらい呼んであげなよ。何？名前ってどこに書いてんのか分かんないもん。なんで盛り上がっ、本当そう、なんで盛り上がってんだ。いいやつ。誰かさんありがとうございます。すごい。ゆずぽんさん、あー、こうやってみんな名前呼んでんのか。ありがとうございます。おじいちゃん、またおじいちゃんの話だから、おじいちゃんはいいですね。でもおばあちゃんもねいいんですよ。私の多分古い好きはおばあちゃんなんです。ちなみに今日着てるベルトもおばあちゃんのお下がり、アクセサリーもおばあちゃん、基本的におばあちゃんのものが多い。おばあちゃん大好きです。おじいちゃん戦争行ってるのかね。だって、いやは行ってないですね。海軍兵学校で頑張ってました。行く手前で終わったみたいです。エリートなんですか？海軍兵学校ってエリートなの？ほんと戦争行かなくてよかったな。どうやって入るんですか？エリートってちゃんと勉強してそれなりの、おじ
じいちゃんすごい。うちのおじいちゃんシベリアで捕まって、どうやったら海軍編学校入れるんですか。テストクリアとか。文武両道じゃないと入れない。おーすごい。でもおじいちゃんは昔は下駄屋さんだったんですけど、下駄屋さんひってで両親もいなくて一人で下駄屋さん、親戚の下駄屋さんとこで勉強してっていう努力家なんです。だからおじいちゃんの努力はすごいんです。おじいちゃんってすごい。頭いいのに加えてスポーツ精神も求められる。どうやって医師に。いや、下駄屋さんの時から医者の勉強してたんですよ。本当おじいちゃんのおかげじゃん、今こんなに自由に生きてるの。それああそうなんだ。なんかもう本当長生きしてほしい。そんなにすごい人なら将校予備軍。孫を見せるっていうのもずっと言ってるんですけどね。厳しいな。孫見せれるかな。本当に厳しい気がしてきた。ごめん、ひ孫。いやー厳しいですよ。だって私結婚するつもり今ないからな。結婚したいと思わないからな。終わっちゃった。多分あと20年ぐらいおじいちゃん生きててもらったら多分いけ、ギリ。でもおじちゃんは100歳まで生きるってもうずっと言ってるから行きます。だから100歳まであと10年、あと10年に31、ギリだな。多分20代じゃ結婚しないなとか言って結婚したりしてさらっとそれもハッピー。一生独身でいるの。いや一生独身でいるつもりやな。お金持ちで自由に育ててくれる人募集、竹内美優って書いてる人いるけど、全然イケメンじゃなきゃダメです。お母さん孫見たいっていうめっちゃ言います。ママが育てるから産んでって。でもそのみんなが思うイケメンじゃないですよ。ある程度ある程度のビジュアルってことね。あんなイケメンすぎても別に、もうイケメンすぎたらもう好きじゃん。
調子に乗んななって笑った。調子に乗ってない理想語ってだけだわ。レイカ。例えば芸能人だったら、昨日もこれ言われて迷ったんだよな。あまり。なんか余裕、顔にも、あ、心に余裕があってそれが顔に現れてる人がいいです。でしょ、わかるでしょ、わかるわかるって言ってる。いや違う、だいぶ年上なのかな。いや別にそんな金持ちとかも望んでないです。でも確かにお金ないと余裕はない、余裕は生まれない。いやでもなんかお金なくても余裕、ちょっと余裕かましてる人いたらいいな。そこじゃないから、俺は夢だから、俺はやりたいことやってればいいんだみたいな、もうそれで、それでちゃんとお金がちゃんと自然と入ってくるような、人が寄ってくる人。ダメ、あの結婚して理想は旦那さん頼らないで自分で稼いだお金でずっとやっていく。そしたらね、なんかあった時にも言い訳向こうできないじゃないですか。俺の金でとか、そうじゃなくてこっちは自分で生きてきたんだって言えるから。自立した関係ねとか言ってるけど、これすごい理想で語ってますけど、実際無理だから、そんなの。そんな自立したなんて、まあまあ、優しい。いつかみゆちゃんが頼れる人が出てきてほしいな。だって優しい。いいバンドマンやで。だって、お、バンドマンなんですか。なんかね、誰かの名言で、恋愛はこっちから恋愛はこっちから探しに行くんじゃなくて、自分の夢の場所で見つけにいれば出てくるみたいな、なんかそういうのがあって、だよねと思って、じゃあいいやと思っちゃった。そう、松の昨日見ましたよ。あのなんだっけ、ミツバチは自分で何かを何とかしますか、松のってやつ。35億、ブルゾンジエミ。本当に私流行に疎くて、ちょすごい LINE やばい、 LINE 疎くて、すごい LINE やばい。でマリコが女に生まれてよかったってすごい最近言ってたんですよ。何言ってんだろうと思って、今さら23、なんで女に生まれてよかったなんて言うんだろうって思って、何と思って、急にと思ったらネタだったんですね。なんか言っちゃってるっていうのよくやりまして、何言っちゃってるっていうネタ、元ネタ見たことないし、
いや、お笑い本当に上がんない。私はもうカウカウさんしか知らないんで、カウカウって言ってますよ、ずっと。もう本当にカウカウさんしか分からない。どうも伊勢丹の紙袋ですっていうのを、あのハンニャさんがやった、そう、3チャンネルのツッチツッチから始まるやつなんだっけ、番組、子供向け番組でやってたのを見た。いや、当たり前体操は全然そのハマらなかったけど、ピラメキーノ、ピラメキーノで私はカウカウさんを知ってっていうか、ピラメキーノでしか見たことなくて、それ以外お笑いを見たことがないです。自分から流すぐらい。え、今伊勢丹の紙袋ですってやってないのかな。伊勢丹の紙袋です、自己中なポケモン、自己中とかめっちゃ面白かった。すごいドハマりしたんだけどな。初めてお笑いで笑うっていうことをしましたね、その時に。あー、ネタ変わっちゃったんだ。そうか。伊勢丹の紙袋から来た時面白かったな。当たり前体操わからない。どういう面白さ。いや、当たり前体操は知ってますよ。当たり前体操でもよくわかんない。それをそこしか知らない。晩ご飯は今ファスティング中なんで。あまりテレビ見ない。めっちゃ見ますよ最近。ニュースとかすごい知ってますよ。あ、すごい知ってる。嘘ついたな。ニュースとかめっちゃ見てます。ファスティングは酵素をひたすら飲む。でも昨日その知り合いのご飯行って、本当は昨日2日目で今日で終わりだったんですけど、あーもうすき焼き、カニとカニ鍋とすき焼き出てきちゃって終わりました。だから今日、だから今日からまた3日間酵素のみ。それは食べる仕方ない。しかもそこで食べませんっていうのもなんかもう申し訳ないじゃないですか、せっかくね。アキラ 100% は知らないです。マリコとか言ってるけど、ミオリンとか、うーん、 WBC は見てなかった。腹筋は鍛えてますね時々。ミオリンと雷、ミオリンとマリコはお笑いが好きでだから2人ですごい盛り上がってるんですけど、私はお笑いがわからないから。でもだからお笑い芸人さんのコンビ名とかはすごい知ってます。名前は、あ、球技は疎いです。球技全く分かんない。巨人とか阪神とか、阪神はマリコのおかげで昨日分かったけど、巨人とかあと日ハムもよく分かんないし、てかどういう制度なのかよく分かってない。日本はどこ、日本で一番強い野球チームはどこなんですか。 WBC は海外？ WBC って何ですか。世界大会、それは知ってた。 WBC に出れるのは巨人とか阪神とか日ハムから強い人たちが選抜される感じ？
握手でもこれぐらい喋ると嬉しいですだって。いや握手じゃ喋んないです。わかんないけど握手じゃ喋んないな。一人で喋る方が楽、喋れるんです。人と喋るの苦手だから。あ、マキちゃんいるの？早くてちょっとわかんない。あ、マキちゃんだ。マキちゃん、マキちゃんありがとう。マキちゃん、うん、握手会行かなくなったしやって、うん、まあ前ね言うとあれだけど、マキちゃんご飯行こうよ、ご飯行こうよ。ちょっとやばい、生活感出ちゃう。騙されるなって。ご飯行こう。4月に、4月の 1,2 週目行こう。酔ってないよ、だからファスティング中だって。酒も何も飲めないよ。で、ご飯行こうってマキちゃんが言ってくれて、うん、いいよ行こう行こうって言って、じゃあ行きましょうってなって終わっちゃうんだよな。ね、行く行く詐欺だよ本当に。マキちゃんモバメ撮ってくれてるんですよ。だからマキちゃんを見るたびにモバメを思い出す。あ、やばい、モバメ送ってない。桜の写真撮りたいけど、マキちゃん可愛いよな。みんなマキちゃん高校生になるんですよ。マキちゃん高校生、若いな。青春これからじゃん、これから楽しいんじゃん。慎重さとか書いてる人いる、やめろ。いや、そういう時代ありましたよ。もちろん中学生でしょ。中3は女の超、あの、私絶対少数派に行きたくて、中3はあの 中学生はまだこうド派手な女の子って少ないじゃないですか。あのキャピキャピしてる、だからキャピキャピしてる女だったんです。あのツレション行くような、なんか女の子引き連れてイエーイみたいな感じいやギャルじゃない、でもちょっとギャルっぽい。それこそ白い口紅塗ってるのもヤマンバギャルさんっているじゃないですか。それの真似してました。うん、そういうの、そういうことやってたので、女の子のグループでグループ名決めて島村めっちゃ行ったり可愛いけどしてたけど、高校入ってみんななんかそんな明るい人とか出てくるようになったら逆にやめました、それを。冷めたのかな、もう満足したのかな。中学生でやれるだけやったから、学校も遅刻してたし。うん、高校時代は勉強、中学時代はマジで勉強しなくて、テストとか20点も取れたいないとか、うちの学年のワースト、女ワーストナンバー1か2でした本当にマジで本当にそうなんですよ。
もう本当に勉強できなくて、なんでうちの学校のみんなは勉強できんだと思ったけど、自分が勉強するようになって、あ、勉強するって当たり前じゃんとかって思ったら、なんかよくわかんない、ちゃんと勉強しとけよかった中学で。高校で変わりましたね多分。どうしよう、なんか高校で勉強しないで、なんか理科のテストはすごい、科学のテストがすごいいいの取れて、え、私ってやればできるのかもしれないって思ってから勉強しだしました。そっからもう、そっから100点、絶対100って数字じゃなきゃ嫌で、でもね必ずなんかミスるんですよ。でも基本的に90、95とか以上でしたよ。あの時は頑張った、あの時の気力は、あれはもうほんと自慢できるけど、今はマジで自慢できない。そう、ほんと 20点台の勉強全くしない、ただの怠け者、遊んでばっかの怠け者人生から、あの勉強に目覚め毎日勉強してたあの頃の自分は本当に自慢できるし褒めたたえる。やる気スイッチありましたね。ねえ、あの時は何が楽しくてあんなにやってたんだ。別に90とか取らなくてもいいのに。今はその間を行ってます。でも今はそのあの今はあの今はでもその集中力のおかげで自分のやりたい勉強をやるっていうことになったんで、その時は別にそのね、好き嫌い関係なく数学もあの文系の科目も理系の科目もやってました。ビンゴ出ないのって、出ない、数学嫌いじゃないけど単位取んなきゃな。早くご飯行こう。てかそろそろマリコから連絡来るはずなんだけどな、連絡来ないな。NG とかないですよ、何でも話せる。何時までやれるんですか？12時。じゃあせっかくだからそれぐらいまでやろう。結構はっきりしたタイプ、 NG なしって大丈夫、別に大丈夫。これから遊びに行くの、うん、わかんない。マリコはもう本当に時間がないから、いつも私ごめんやることあるから、うわってよく断ってたんですけど、もう今全然断らない。うん、誘って。もう本当もうどこにでも飛んでいきますよマリコ。ほんともっと断んなきゃよかったな、ちゃんともっと遊んどけばよかったわ。もっと遊んどけばよかった。だから今更だけど、ほんとにもうマリコに、まあくっついてく。
ゆうちゃんも関西に行くしかないでしょって。行けないよ。行きたいけど。女子アナ目指すの目指さないです。でもちょっと目指してたんだよな、昔。大学の志望動機最初女子アナだったんですけど、多分私には無理だって思いました。絶対無理だよ。だってあのね、私は絶対向いてない。まず会社に出社するところからうまくいかないから。あとは顔に出ちゃう。おはようございますとか言う。だから多分もう自然消滅しました、その夢を。現実的に考えてね。かった仕事はゲテモノ。もうなんだよ。あ、もうこれもまた愚痴になっちゃうな。私ゲテモノの愚痴めっちゃ。ってかこれ時間の今何時なんだろう。時計、時計今何時何分ですか。あ、あと7分。いやーほんとさ、高校1年生の女の子がさ、食だよ。あ、もうめっちゃ愚痴。食だよ、食の話なのにさ。いや確かに食べなきゃいけない、仕事上ではバンジーとかも飛ばなきゃいけないのかもしれないし、ゲテモノ食べなきゃいけないのかもしれないけど、その精神的なものでさ、番組スタッフ側に叱られるのはまだしも、ネットの人とかファンとかが食え食わない、こいつ失格だ、おかしくないっすかって思ってた高校生の時。いや掲示板とかじゃなくて YouTube とかマジで批判すごかった。いやいやいや、21とかになって叩かれんならまだわかるけどさ、高校1年生そんな縛りつけんなやって。ほんとよ。ねえ、変なの。だって先週思春期真っただ中のさ、今ならできるだって。いや今でもできないけど、でもいやいや、もう食べたくないよそりゃ。新宿に一人で行くのって危ないですかねって。かわいいね。大丈夫だよ、新宿の変なとこ行かなきゃ大丈夫だよ。そうだよね、アイドル何望んでんだろうと思いましたね、その時高校生。正解が分かんなかったから、その時は本当に困った。そういうこといろんなの言われて、
場所による、全然。ちょっとカウントダウンを、今何時ですか？待って、3分もあるじゃん、あえて切ろうかなとか言って何、ランキングお願いしますって。古着は高円寺と下北、でもあんま下北最近、高円寺ですね。あとはてか、まず服買ってない、吉祥寺も行かない。見た？違う、ピーちゃんのベル次いつ、わかんない、もうお腹空いた。もう終わる？終わるかな。あ、待って、早い、まきちゃんお休み、もういないかな、おやすみまきちゃん、なんかね、めっちゃ喋りました、ベラベラ、喋りすぎた、一人反省会しよう、ベラベラみんなに、ファンの人に自分の事情喋りすぎたなっていう反省会でも終わるよ、終わるよ、本当にありがとうございました、めっちゃいろんな人書いてくれた、あ、なんか書いてる人いる、まあいいや、バイバーイ。愚痴ルームに来てくださってありがとうございました。おじいちゃん褒めルーム&愚痴ルームバイバーイ。あ、なんだっけ、やべえ、韓国出てこない、まあいいや、バイバイ、アニヒゲセヨー、アニヒカセヨー、アニヒカセヨー、アニヒゲセヨー、どっちだっけ、アニヒゲセヨー、アニヒカセヨー、どっちも